キリタンポーと。差し入れも必要なんでね。あら、そうか、去年も親方差し入れも来てたんですよ。そうなんですよ、はい。なので、私は辛いの好きやから、差し入れ考えて、あら、美味しいちゃんと食べてもらいましょう。いっぱい塗ってもいいから、今どんな味か。タンポー、パパのきりタンポーと。試食して。で、馬から、まろやかで辛いよね。これは辛い。ペッパーの追加はできますよ。Thank you.
今年の幕張メッセぶっ壊しに来ました。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京葉線各駅です。無理なご乗車はおやめください。